ての視聴者の皆さん、こんにちは、若菜です。カメラマンの山ちゃんです。今回はゴルフ女子の若菜ちゃんにご出演いただきまして、ここ大厚木カントリークラブ本コースの西側を9ホールラウンドしてもらいます。で、リンゴルフですが、今月から毎週金土日はインスタなどで活躍されているゴルフ女子の皆様にご出演いただき、ゴルフのプレーやトークを楽しんで見ていただける動画を配信していきます。ということで第一発目です。一発目イエーイ、ドキドキ。実はフォローを僕インスタで相当前からしてて、そうです、はい、2018年ぐらいからそうなんですよ。でなかなかなんか機会がないなと思いまして、ちょっと今回この企画をするにあたってもうぜひぜひっていう形でちょっとお声かけさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、って感じで僕らもちょっと楽しんでいかなきゃいけないかなと思ってまして、ラウンド中にちょっとミッションゲームを、ミッション楽しんでもらえるのか分かんないですけど、ミッション、はい、ちょっと用意してます。はい、視聴者の皆さんはもしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、25個のマスがありまして、なんかビンゴっぽくなってるんですけど、これちょっとビンゴじゃなくて25個いろいろミッションがあります。パーとか、カラーボールしようとかいろいろあります。20個以上達成しましたら、あら、しましたら後ろ側にちょっともしくは見たこれですか？それです。いや、ちょっと燃えてきました。あ、本当ですか？本当に言ってなかったもんね。だいぶ燃えてきちゃいました。Amazon ギフトカード3000円分なんですけど。嬉しい。プレゼントさせていただきます。はい。頑張ります。お願いします。お願いします。レッツゴー。ゴー。パー。あ、これバーディーだ。やばい。パー、パー2つにバーディー1個あります。あ、ボギーもありますんで、はい、これはもう確実に抑えていきたいです、はい、いやー、ドキドキですね。はい、ということで塩ティーはレディースティーで、はい、行きましょう。いきます。平均スコアってどのくらいですか？平均スコアはレディースティーからまあ90、調子よくて80台みたいな感じです。お、じゃーん。カラーボールじゃないですか。もう早速カラーボールです。素晴らしい。使っていきます。右ドッグの打ち下ろしですね。ティーショット緊張するな。でよろしくお願いします。お願いします。うん、うん、しょ、いい感じ。あ、上出来です。しかもいいキックでした。フェアウェイにこう行きましたね。真ん中に、はい、寄ってます。降りてってほしいです。お今日は左グリーンですね。左グリーンですね。あ、ちょっと木がかぶっちゃった。邪魔ですね。ロングなんですけど、結構ドライバー170ぐらい飛んだので、残り打ち下ろし込みセンターまで177です。ちょっと私の飛距離だと2オン狙えないので、ユーティリティ、5番ユーティリティで右のバンカーを避けつつ花道の方を狙っていきたいと思います。あー、ちょっと右かな。バンカーは嫌だ。うん、うん、でもいいじゃないですか。狙いやすいとこ行きましたよ。3打目に期待ということで。私もバンカーもポイント入りますからね。そうですか。バンカーもやった。あ、でも出しやすいバンカーがいいな。そしたら出しづらいバンカーは嫌だな。うさぎ可愛いんですけど。これ可愛いでしょ。私の相棒ちゃんなんですよ。しかも2代目です。初代はネイビーでした。これでも多分ピン型用なんですよね。私かまぼこ型入れてて、ちょっとごめんなさい。でもなんか脱走しなくていいですね。そうですね。なんか僕もっとなんかスポッてこう逃げちゃうのかなと思ったんですけど、ちゃんともうジャストサイズで収まってます。可愛いんですよね。ジャックバニーのうさぎさん可愛いんで。ジャックバニーなんだ。そうなんですよ。結構いろんなうさぎさんが
至る所におります。3打目は、あ、2打目がちょうど右のラフで止まってくれました。残りセンターまで60ないぐらいなので迷うんですけどね、54度で打ちたいと思います。ちょっと左足下がりが気になるかな。こういうとこですよね、結局私たちはこういう距離を決められないといけない。集中、どうかな。お、うん、乗りました。イエーイ、嬉しい、綺麗に打てました。安定感抜群ですね。安定感、まあこれが安定感ってやつですね。もうちょっとなんかあのミスってほしいんですよ。今日じゃ取れ高逆にないかもしれないな、安定しちゃって。今日上手い人のゴルフじゃないんですよ。ビューティーゴルフを見せつけてしまうかもしれませんよ。今日あーとかヒャーとかやってほしいゴルフなんですね。ワーキャーしたいゴルフなのに。ワーキャーしてほしいです。いやもうねじ込みバーディーを狙っていきましょう。おー、パーでも取れたら嬉しいもんな。結構普段パー取れない時全然あるんで、やっぱり長い距離のレディースのところだと乗せられないんで、こことかロングですけど下手したらね、ちょっと長いミドルぐらいの感覚で打てるんでありがたい。私グリーン読むの本当に苦手なんですよね。 1,2,3,4,8,9,10,11 スライス上りですもんね。私はボールの向きは揃える派です。皆さんはどうでしょうか。揃えないで打つのむずいですよね。12では4打目いきます。あー弱かった。うっ、うん、絶妙に残っちゃいましたね。いやー入れたい。入れたいな、パー取りたいな。これ腹筋、絶望のボギーです。絶望のボギーかー、これ私の師匠に怒られます。あー悔しいですね。次に行きたいで。あのパターよくやっちゃうんだよな。ビビり散らかしましたね。ビビっちゃいました。3パットはここまででおしまいにしたいですね。あ、まあ、僕作ったから分かるんですけど3パットもポイント入ります。あら、ということはじゃあミッションゲーム的にはじゃーん、スコアボギー1個クリア、そしてあ、おお、オセロだったら強いところ、そうですね、角取りですね。角取りです。素晴らしい、美味しいです。よかったかもしれない。前向きにいきます。、はい、まあ流れ的にはゲームはこんな感じなんで。なるほど、はい、いけそうですね。ちょっと狙ってどんどん取っていきましょう。はい、じゃあ1ホール目終わりまして、ミッションゲームなんですけど、ちょっといろいろこう何かを紹介するっていう項目もあるんで。あります。まあ、僕からの指定でもう自己紹介、はい、まあ、早くちょっと若菜ちゃんのこと知ってもらった方がいいと思うんで、それを3ポイントぐらいちょっと抑えてお願いします。はい、では名前は太田若菜です。ゴルフ歴は2018年頃から始めてるのでもう5年ぐらいになります。上達の兆しはまあご期待ということで。それでは平均スコアは最初にも言った通りレディスティから90前半とか中盤ぐらいが多いです。趣味は結構アウトドアなゴルフと反対でインドアにゲームをやってます。パソコンとかでもゲームします。で、
インスタグラムで投稿することが多いんですけど、友達と一緒にゴルフ女子あるあるというアカウントで楽しいいつもラウンドの様子とかも投稿したりしています。ぜひご覧ください。ゲーム何やるんですか？ゲームはダダダダって打つやつやります。あれですねダダダダダって打つやつ結構やってます。結構ガチですよね。ガチですパソコンでって言ってましたもんね。はい、なんか本当相反してますね。そうなんです。だからゴルフして疲れてても家に帰ってもあまだゲームやりたいみたいな、一日中遊んでます。あるあるバレだよね。今年くらいからなのかな、去年とか。あるあるは私出始めたの2021年ぐらいで、で結構コンペも頻繁にやったりとかしてます。なんかこうゴルフ女子の皆さん集めて、うん、で投稿したりとかコンペとかやったりしてますよね、うん、はい。ちょっとその辺も概要欄にそのあるあるの情報も載せとくんで、ぜひぜひ。まあ、若菜ちゃんのインスタのフォロワーは、はい、まあ、みんな知ってると思うよ。知ってると もうご存知で、もうフォローしてると思いますが、おっと思いますが、うっかりしだって方はそこからぜひ、うんうん、ね、インスタの動画ね、めっちゃ面白いんですよ。本当ですか？面白い。なんかこう、なんか結構いいショットとか載せるの、うん、じゃあ結構、まあ、映えるとかそういうの、うんうん、ね、あんまミスショットとか恥ずかしいことって載せたがらないと思うけど、はい、平気で崩れ落ちてますよね。たくさん崩れ落ちてますので、本当ね、面白いです、はい、面白いエンジョイゴルフが見られると思います。ぜひ、はい、見ていただいて見てください、はい、もう本当この企画自体がいろいろなゴルフ女子の方をもう知ってもらいたい、うん、でインスタグラムだとちょっと分かんないじゃないですか。あんまりこんな喋んないじゃないですか。そうですよね、インスタだと。そうなんで、まあ、動画を通して、うんうん、あ、こういう人なんだとか、うん、なんかこうこういうことやってるんだとかいろいろ知ってもらいたいなと思って、うんうん、ちょっとこの企画を知ってます。ありがとうございます。はい、じゃあ次、はい、2番。2番パーパー。めっちゃ短いですね。ほんと240。そういうホールには罠が詰まってるんですよ、大体。レギュラーに変えようか。いやちょっと、それはちょっとほぼ一緒ですけどね。本当だ。なんならレギュラー短すぎないぐらい。でもバンカーがすごいですね。右グリーンなんですが、ここバンカーめちゃめちゃ苦手なので入れないようにしていきたいです。入れないように。あー、いい天気になってきた。よし、あー、右だー。おー、あった。あ、カラスが出てきた。ちょっとこれはオーノビーですかね。そうっすね。残念。まあでもポイントが入るんで。これもポイントですか？次からは入んないですけど。じゃああえてのってことでね。テクニカル OB です。そうそうそう、とりあえず前向きに全身使いましょう。全身前向きにいきます。はい、じゃあ全身使って4打目です。はい、全身しちゃいました。全身あるのみ。全身あるのみだけど、これなので4打目で残り打ち上げ込み100ちょいあって、ただ奥が崖らしいので、ちょ9番アイアンで打っていきたいと思います。どうだ、うん、全然太陽で見えなかった。左。多分腕だと思いますよ。行ってみましょう。はい、4打目縦の距離は良かったんですけど、ちょっと左に来てしまいました。いやー、そしてまあまあこう詰まりそうなアプローチ、短ーと思って、しっかりちゃんと当てよう。頑張ります。いいんじゃないですか。おお、あ、止まれ、ドーン、止まってー。あ、まあ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 。こっからよいしょ、1、2、3、4、5、6、7、8、9。きれい、ナイス。ナイスです。
これもな、怪しいからしっかり。過呼吸になっちゃう。やば。あ、ちょっと待って。ごめん、オッケー出してあげればよかった。ごめんごめんごめん。オッケーです。オッケーです。オッケーですか。先生。オッケーです。過呼吸になっちゃうよこれ。やばい。救急車呼ばなきゃいけない。やば、やばいですよ、9ですよ、皆さん。ニコニコ。ニコに9ないですか？昨日のやつ。消さないでくださいよ、ビンゴに9くださいよ。9にしちゃおうかな、どっか一個。そう、ちょっとね、スコア関係は難しくしちゃったんですよね。残念、ちょっと期待に応えられず。ということで、今回スコアは9ですが、OB をかましましたので、OB、丸でーす。いやー、ちょっと。取り返しに行きたいと思います。おいっす。パター打ちましたね。130上げだけどピン手前、絶妙。では3番ホール、ショートホールです。ピンまで多分130ないぐらいなんですけど、ちょっと上げててちょうどアイアンないんですよね。もうユーティリティ多分これ大きいんですけど、ユーティリティで行こうかなと思います。いいんじゃないですか。当たりいいっすよ。おー、ナイスです。ナイスでした。イエーイ。あれはバーディーチャンスですね。チャンス、チャンス、嬉しいな。全然目悪くて見えてないけど、チャンスなんですね。あ、目悪いんですか。コンタクトの度数がすごい適当に買ってるから。現実は見えないぐらいがちょうどいいんですよ。ふわっとしてる。今実際どのぐらいですか。 0.5 ぐらいですか。多分コンタクトちゃんとしたのつければ、あのコンタクトの度数がマイナス 6. いくつとかなんですけど、うん、今適当に4とかマイナス2とか全然ダメです。適当なやつつけてるんで。裸眼だともう本当何も見えない。裸眼はもうずっとピンボケの世界です。あ、一緒だ。一緒ですか。一緒です、一緒です。夜とか歩けないですよ。そう、歩けない。裸眼だと全部エレクトリカルパレードみたいな。そうそうそう。キラキラキラボールとかもうやばいですよね。キラ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 ってしてますよ。世界がキラキラ。行きましょう。レッツゴー。これは入れたいですね。チャンスを感じます。青空が、そうです、とても前日台風が来たとは思うので。バーディー日和と言いますよこれを、うん、入れたいな。バーディー日和ですよ、うさぎピ。なんかかわいそうですけど。そこで待機です、うさぎは。今投げられてたっす。ピって言われちゃって。入れたいけど絶妙な距離ですね。アコーディア豆知識、旗の色でピン位置が分かる、皆さんご存知でしょうか。赤は手前でございます。やっぱ知らなかった。赤手前、白真ん中、青奥です。おー、1、2、3、4、5、6。なんか結構切れそうだ。シューっていきそうな、シューっていきそうなイメージ。ずっと今日右ちょっとあれしてますもんね。右ちょっとあれですよね、うん、この微妙な加減ね。そう、よし、いざ勝負。いけいけ。入ってんや、入ってんや。ということでパーでございます。まあでもナイスパーですよね。ナイスパーです。ナイスパーですよ。パー取れたこと大きいんで。そうそう、入ったらすごいっすね。入ったらすごい、ね、そうそうそう。ハラハラ、あそこで CM またぐ感じで。それはちょっとあの Google が決める。あ、残念。 Google さんお願いします。